触っちゃったみたいな何かみたいな顔です。ほんと面白かった。ナゾさん、すいませんでした。いやいやいや、お疲れ様でした。手を回ったんだよ。ナゾさん、俺のせいで狂ってような。タクヤさん、すいませんでした。いや、今のはね、難しかったよ。次の試合も予定したんで。あれもね、俺ね、戻ったけど、あれはハンドじゃなくても止めるかな。あれは頭で届いたんじゃないか。いや、届かない、ここら辺だもんだって。届いたなと思ってしょうがない。この辺だった、この辺。それも直だから。なかなかイエローかと思ったら、レッドと厳しかったね。いや、だって完璧に入ってたのを止めたから、そりゃ。こっちはさ、追い風だからさ、シュート打った方がいいんだよね。あ、そうかもね。ちょっとね、2、3回滑ってしまったけど。シュートってさ、俺しか打ってない人だろ。そうかも、まあ、マールが打ったかな。あ、そうか、1対1あったもんね。メモちゃん、1対1に欲しかった。1対1だったでしょ。頑張れ。あー、そうね。あわわわわってなってね、見えたけど。俺っていうことはさ、俺3試合目の最終戦しか出れないってことなんじゃん。じゃあタケノコあげて。俺何しに来たんだよ。飲み行って飲み行って飲み。いや、これ今日飲みも行かねえんだよ。ありがとう。じゃあもうカメラでもちゃんと回ってる。カメラマンに徹します。カメラ係になった。すいません、このネット外さないでください。皆さんもでもさ、2点ともさ、うん、結構また抜かれてるからさ、うん、厳しかったな。また抜かれないようにしてるから。いや、あっち女の子も上手かったよ。一回さ、プレッシャーかけてさ、コロッとするかなと思ったらしなかった。足足頑張れ頑張れ。あ、ごめんなさい、近づいて。すいませんでした。死ぬかと思って。ということは俺バンディツ同士しか出れないっていうことです。代わりに出ようか。お願いします。1試合目の前半でレッドカード。1試合目のさ、前半でレッドカードさ、俺一人で守るっていう。おいみたいな。まあでもね、守るって分かればサッカーと一緒でね。頑張れ頑張れ。
誰？女の子？女の子だ。やられた。中村さん後ろの方がいいじゃないか。ノリブリで持っていくタイプだから。そうかもな。うん、ちょっとこれ逆になっちゃう。バランス的に。キックオフボール相手に渡したらダメだよ。それありえん。頑張んないじゃん。もらってもらって。もらってもらって。あー、二人いったなら取らないと。ほら。オッケー、ナイス柴さん。ゆりこさん呼んで、ゆりこさん呼んで。わー、来た。おー。キュアップ田田さん。すごいすごい。やべえ。ループシュートだった。今の取ってなかったかも。いや、わかんない。なんか見とれてた。うわ、すっげえか。退場になったら言う。上がりが遅かった。ナイス。ナイスナイス。自分でマーク、女性よ女性。ちゃんと見て。頑張れ頑張れ。あと少しだ。頑張れ。あれ、男の今行っちゃった。今行っちゃった。がどうしたの？ピピピピピ、お客様トラブル。お客様じゃないね、あれ。はい。お客様トラブルはだいたい喧嘩。喧嘩。休業人介護はだいたいゲロ。酔っ払い。酔っ払い。後半頑張って。はい。行けます。パパ、これ取ったからこれ見て。あれ次試合かな。どうだろう。見てしりみちゃん。頑張れ頑張れ頑張れ。すっげえ風。なんかワカに見たらペット多分なるんじゃないかだけど。
前どんまい。いやでもまあ今女性上がったから下がらざるを得なかった。どんまいどんまい。ほら、ほら、変なとこ撮ってる。なんだ。どんまいどんまい。ほらほら伊勢ちゃん、ハムちゃん入れよ、ほら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 、怒られるよこれ。風すごいね。みんな頑張れ。6人ぐらい、6人ぐらいかな。6人
6人俺はもう今日はビデオ係と勝ったからまさか、まさかの俺の仕事取られちゃった。まさかのビデオ係うちらの2試合目ってどこだったの？じゃあ俺やるのバンディッツ同士でやるときや普通の練習と同じじゃねえか。じゃあ3試合目は出れんの？3試合目は出れるもうちょっと顔出して顔出してセイホンさあこのまま行くタミコさん頑張れタミコさんこのまま行くとさ3位4位になってさ3位4位決定戦でも結局バンディッツ同士でさ俺バンディッツ同士の試合しか出れないってことになるんじゃない俺ただの練習に来たみたいなもんまあ今日はそれを酒のつまみにして飲んでくれ俺は帰るからさ ありがとうありがとう。一旦止める。